はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日も電車で号旅情編をやっていきたいと思います。本物運転で、で今日は函館市交通局。まあ、車両はどれ、じゃあこれにしてみます。でドック前から湯の川でいいですかね。じゃあ朝にして、はい、発車します。整理券をお取りください。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないでください。じゃあ発車します。ご注意ください。毎度市電をご利用いただきありがとうございます。この電車は函館駅前、松風町、五稜郭公園前経由、湯の川行きです。次は大町。30キロぐらいまで出してみて、信号とで、まだ駅が見えてこないですね。いや難しいですね、なかなか慣れない。お待たせいたしました、発車します。信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。この電車は井の川行きです。出発して次は末広町、末広町。車内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑になりますので、ご遠慮ください。20キロ。
報があるんで、ちょっと。多分ギリギリまで行かないと電車用の信号が動いてくれないんで、まあギリギリまで寄っていく必要がある。と。セクションがあります。出発進行
警的ボーナスがないんで難しいですね。お待たせいたしました。発車します。信号よし、横断歩道よし。この電車は湯の川行きです。次は市役所前、市役所前。整理券は折り曲げないでください。車内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。待たずに乗れ路面電車。朝、日中、通過は湯の川から五稜郭、駅前、十字街まで10分間隔、八ヶ頭やロック前までは10分間隔で運行しております。環境と人に優しい路面電車をどうぞご利用ください。次か、ここだけ行きます。ちょっと待ってくださいね。はい、信号待ちです。少々お待ちください。信号が赤なんでちょっと待ってあげて、まあ、ここでドア閉めちゃうとちょっと評価でちょっと影響が出てくるみたいなんで青になるまで待って。お待たせいたしました。発車します。信号を通し横断歩道を通し動かないでご注意ください。次は函館駅前、函館駅前。乗り継ぎをご希望の方は乗務員に行き先をですね、乗り継ぎ券をご提示の上料金をお支払い願います。カード乗車券でお支払いの方は次にお知らせ。信号が多いんですよね。まあ25キロぐらいだったの。あげればいいんじゃないですかね。で出発進行。進行が、まあ、大丈夫ですね。青です。
信号操作があるみたいなので、ちょっとスピード抑えて、キロぐらいで。15キロくらいして、でちょっとゆっくり走って、で、ちょっと待ってあげて、お待たせいたしました。発車します。信号よし。横断歩道よし。動きますのでご注意ください。次は千歳町、千歳町。整理券は折り曲げない。停止位置グッドを取るとプラス6ポイントみたいですね。他のお客様のご迷惑となります。ちょっと普通に止まっただけじゃ3ポイントです。あ、これどうしよう。これはいけるかな。信号しか、いや、ダメか。まあ、必ず信号無視はしますよね。はい、出発。が見えてるんで、でちょっとミスしちゃったので、ギリギリ、もう飛び出しちゃうの？いやダメだと。マイナス。データ
待たせいたしました。発車します。よし、横断歩道、よし、動きますのでご注意ください。昭和町、整理券は折り曲げられる。信号無視しないで、まあ全区間走破したいんですけどね。急げっていうのもダメなんですよ。で、10キロにして、4、3、2、カメヤドラッグ薬屋があるんですね。で、堀川町、堀川町。この電車は動きますのでご注意ください。次は堀川町、堀川町。堀川町って言ってますね。まだつに乗れる路面電車。朝、日中。ここはスピードはまだしすぎない方がいいみたいです。駅前、十字街までは5分間隔、八ヶ岳ドック前までは10分間隔で運行しております。環境と人に優しい路面電車をどうぞご利用ください。間に合います。まで出して、注意ください。次はどうしても順序入れ替わっちゃうんですけどね。整理券は折り曲げないでください。車内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑となりますので、ちょっと運行中やむを得ず急停車する場合がありますので、手すり、つり革などをご利用の上ご注意ください。で出して、ちょっと厳しい。目の前にセクションありますけど、で達成で走って、あーちょっと遅れちゃってますね。やっぱ信号通り過ぎちゃったのかなって。どのタイミングで撮っていったらいいかってちょっと分かんないんですよね。
8756789警笛ボーナスがないんでなかなか点数ポイントが止まらないんです。お待たせいたしました、発車します。信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。次は中央病院前、中央病院前、整理券は折り曲げないでください。ちょっと遅れてるんで、まあ25キロぐらい。お早めにお願いいたします。まあこれでちょっと惰性で行ってみて、ご注意ください。ちょっと厳しいです。入ってもよかったかな。車が右折してきて事故とかありますから、ちょっと気をつけないと。
動きますのでご注意ください。次は柏木町。整理券は折り曲げないでください。マダツに乗れる路面電車、朝、まあ、30キロくらいで走って、駅前十字街までは5分間隔、列車指定6時前までは10分間隔で運行しております。環境と人に優しい路面電車をどうぞご利用ください。先は終点まで限定、持ち点数が減ると思います。多分30ぐらい、最終的には30ぐらいかもしれない。よし、動きますのでご注意ください。次は深堀町。整理券は折り曲げないでください。乗り継ぎをご希望の方は乗務員に行き先を告げ、乗り継ぎ券をご提示の上
料金をお支払い願います。いや、難しいゲームですね。カード乗車券でお支払いの方は先にお知らせください。で、セクションがあって、曲がりますのでご注意ください。強気なブレーキングしなきゃいけないです。あれ、60ポイントですね。いや、難しいな。お待たせいたしました。発車します。信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。次は競馬場前、バイド。ああいうのがあるんですよね。ありがとうございます。車内での携帯電話の使用は、はい、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。で、結構信号が多いですね。ここでちょっと落としすぎちゃう。
あー急ブレーキかし、せっかくグッと取って、次は市民会館前、市民会館前。カード乗車券、一律乗車券をお求めの方は車内でも販売しておりますのでご利用ください。これはオーバーランです。もう通過しちゃうの？いや、難しいですね、これ。よく60点もポイント持ってます。あ、これ信号待たないと。次は井の川温泉。井の川温泉。整理券は折り曲げないでください。ご乗車の際はなるべく保全にまたはカード乗車券をご利用ください。曲がりますのでご注意ください。キロくらいまで上げて、で、セクション曲がりますのでご注意ください。今度は早く着きすぎちゃうし、お待たせいたしました、発車します。信号よし、横断歩道よし、動きますのでご注意ください。誠にありがとうございます。またのご利用お待ちしております。曲がりますのでご注意ください。次は25キロくらいで十分だと思います。今早く駅に着きすぎちゃいました。乗りますのでご注意ください。乗り継ぎ券をご提示の上料金をお支払い願います。ああいう車が怖いんですね。カード乗車券でお支払いの方は先にお知らせください。どなた様もお忘れ物のないようお支度願います。で、ああ、怖いですね、本当に。ああいう車が直進して右折っていうのもありますから。曲がりますのでご注意ください。で、信号の駅で曲がりますのでご注意ください。で、ちょっと早く着きすぎちゃって、待って、で、まあ、その、これぐらいで発車して、ボーナスもらおうかと思ったらダメでした。まあこれでもノーコンティニューで全区間走破できちゃうんで、まあ遊びやすいゲームっちゃ遊びやすいゲームです。だからあれで500点超えちゃうんですから。まあでもこれ難易度がノーマルなんでね、今度ハードモードで路線が増えましたよ。やった、多分
全区間走破できないと思うんで。で、次がエンディングですね。お疲れ様でした。といったところで、ご視聴ありがとうございました。